私が空手を始めたきっかけは、陸上自衛隊に入った時に格闘術を強くなりたいということで、当時の同好会で、総合格闘技の空手を始めました。そしてその後、空手をですね、専門にやりたいということで、内弟子に3年間入り、その後空手の全日本大会で4回優勝させていただきまして、横浜に、道場を開きました。稽古の中で、一番力を入れている部分はメンタルです。メンタルの鍛え方が一番重要視しています。私がですね、最強メンタルの鍛え方、こちらをですね、出版して、いますけども、やはり空手というと、拳ですね、喧嘩が強くなりたいとかですね、というのもありますけども、やはり精神的に強くなりたいということで、門を叩いてくる人が多いです。その中で思い切りやって勝ち残ったやつが強いってなると、やはりメンタル的にどうしても強くなりたいって入ってきた人にとっては、強くなるチャンスがなくなってしまいます。横浜ではですね、誰でもメンタル的に強くなるカリキュラムがありますので、呼吸法、それとあとは座禅、瞑想ですね、健全一能と言いますので、武道はそのあたりを重点的にやってます。横浜支部の稽古では、空手の稽古の他にもメンタルを鍛えるためのトレーニング方法、ヨガの日の呼吸や、それから瞑想等々もやってます。ぜひですね、一度体験をしていただければと思います。